ステークスで上がり 33.5 の末足使うも12着馬は使われてなかったからフレッシュレース後も全く疲れなしペルーザ。潜在能力的にはペルーサより大きいロブロイより大きいハートビートマグニフィカ、しかし運と厩舎が失敗、ロブロイマグニフィカペルーサより大きい。芝デビューの同期であり足質は後方待機ペルーサ。生い立ちペルーザ、父前のロブロイ後。繁殖能力2期やアーダクテンアーネオユにより大きいロブロイ、調べ教師の技量池高安氏、ことぶき藤沢和夫。史上も弱のゆとり調べ教師として伝説を残す。その名は世界の藤沢厩舎。でも世界実績なら藤沢和夫、池高安氏、ことぶき大なり、俺競馬素人。ロブロイ代表3コマ、ペルーザ、藤沢、ルルーシュ、藤沢、トレールブレーザー、池子ネオユニ代表3コマ。ゴールスキーの一口馬主は宮川一郎夫となこともあって強い。池子安氏、ことぶきも藤沢和夫も所属馬を理解してないし同じレベル、ペルーザ、池子厩舎、ゴールスキー、藤沢厩舎、これならどうなってたか。ロブロイ番付、横綱ペルーサ、大関サンテミリオン、マグニフィカ関脇、アニメートバイオ、ルルーシュ小結び、コスモネモシン、ハート。ロブロイは成長力がないのは有名だけど劣化が早すぎ。大関サンテミリオン、マグニフィカ、オーナー吉田明はじめ。的中率 50% の競馬情報。雪菜が無料で教えちゃうよ。明日は景品杯 S に LINE で検索してね。愛理競馬、競馬ペルオはわしが育てた。ロブロイ最高傑作、神ペルーサはロブロイ3コマの頂点だから賞金を抜いてはいけない。ペルーサ関連スレ615日第31回エプソムカップ G3 インプロバイズ4歳17戦目ペルーサ7歳17戦目ペルーサ馬からだは使って内分調節、若いから将来が楽しみだ。ニートのになってほしいペルーサ。お腹がヘルーサ。ペルンゴは新馬戦で運行をケツにつけてたが、まさか同じエプソムカップでマーティン、ボロが出走するとか。 W やるなジョロー。149、三連一重7年4月3日、2011戦30、日14時36分0秒点 11 ID、スジックスイニクジ、ソシツーマペルーサに3つの進化。ソシツーマペルーサに3つの進化 W、ロブロイ最高傑作、ペルーサ最強ですげ。勝つのはロブロイ最高傑作で、ロブロイ以上のペルーサで決まり。ペルーサで負けた分はペルーサで返してもらう。ペルーサから競馬界のレジェンドから今、4年ぶりの勝利に向けて発信。アーハン濁点アー濁点で圧勝してゴール後に鼻出血して天国に旅立てば、ペルーサ伝説は永遠に続く。ペルンゴはロブロイ以上ロブロイ未満。ペルーサ異次元の足を横向きに使って棚上。函館記念は直前でお腹が痛くなってすまなかった。隠したバウンスシャッセやステラウィンド、ジャ重賞では足らないな。やはりロブロイ最高傑作ペル。